こんにちは、沼です。パワプロアプリやっていきます。今回はほぼ全高校で9000点以上が取れるごまた野牛デッキいきたいと思います。レンちゃん、野牛、ノム、カミラ、テルモリ、そしてキブナトで、今回は達成が難しいと皆さんからお声のある春英高校でやりたいと思います。で、まあ、春英高校もしくはパワー校などでやれればほぼ全高校、まあ、聖堂高校とかの女の子を連れていけない高校などを除いて、達成が可能なんじゃないかなというところです。で、デッキコンセプトとしては、覚醒をしている彼女が優先なのと、テルモリーやミクリアのような、井戸端会議が起きてもそんなに影響を出さない効果のある彼女、そして、飲むと野牛までは確定だと思います。まあ、飲むに関しては、世渡り上手をもらって、関東教皇を垂らすっていうところと、野牛はやはりモテモテ確定というのが大きいかなというところです。で、もう一人、カミラのところなんですけど、ここに関しては、騎馬静香とかですね、を覚醒バージョン入れられればかなり強いかなという感じはしていますが、まあ、僕自前でいないんで、今回は、カミラを入れてやっていきたいと思います。そして、なんと、千丸が、自然に発生しました。で、招きとお守り持ち込みです。行きましょう。で、ここに関しては、正直やることがなくて、まあ、サイガと練習をして、この、サイガの帰ってきたイベント、一緒に練習イベントみたいなのを起こしとくのが、まあ、いいのかな、という感じと、あとは野牛の評価ですよね。ここしかタック起きないんで、まあ、ここを踏んでいくと。いうのが、大事になってきます。で、序盤絶対にしなきゃいけないこと、まあ、何が大事かっていうことなんですが、彼女をさっさと作ることが大事になってきます。で、彼女を作って、その雑用期間に入った時に、すぐにずーっとデートし続けると。で、経験点を取り続けると。いうことが大事なので、覚醒の彼女が告白をすぐに起こしてくれる状況を作っとくのは大事です。ということで、今回は、前二人で、二人とも覚醒の彼女と。いう編成にしております。テルモリーね。来い！あ、まだ来ないか。まだイベントが起きるターンじゃなかったらしい。ミサ行きましょう。これでミサも行きました。てか、ラブパー2回すごいね。わかりました。いい成功。で、こういった形で雑用期間に入りましたと。で、まあ、彼女はまだできてなかったので、雑用するしかなくて、まあ、ここ雑用して練習して体力を使うんですが、まあ、お願い聞いて、天気の効果ね。ここはしょうがないという話と、まあ、このレンちゃんとかがイベント起きてるんですけど、まあ、本来は、ここは雑用ではなくて、デートを仕掛けていくと。いうのが大事になってきます。で、テルモリがイベント起きてくれたので、ここからはデートを仕掛けられますね、と。で、前のイベントを、例えばなんですけど、1とかにして、まあ、レンちゃんの告白を、すぐ引き出すというのもありかもしれませんね。で、ここで、ノムから世渡り上手をもらうのはめちゃくちゃ大事ですと。で、レンちゃんがイベントを起きました。で、とにかくデートですね。ただ、テルモリに関しては、今、モテモテがない状態でデートを仕掛けているので、まあ、そういった意味ではあんまり良くはないです。で、レンちゃんも骨格入りましたね。で、レンちゃんは最悪振ってもいいかもしれませんね。っていうところで、あと多分評価いってないキャラいるかな。で、二股になったので、テルモリーは仕掛けて大丈夫ですね。やめておくと。で、ここで経験点をがっつり入れておきましょう。で、ここも、木村が1回目起きましたと。で、もうすぐ、その、入れ替え試験ですよね。ここが起きるので、まあ、サクッと、上げれる能力を、まあ、テルモリとか今起きたんですけど、サクッと上げておくことで、まあ、かなり、こう、経験点を取りやすくするのも大事かなと。で、初級とかも大事ですね。この辺の能力を上げておくことで、しっかりと、バッティングできるようにしておきましょうというところです。で、あとは、まずは評価いってない、キャラクターがいないかどうかちゃんと確認して、まあ、ノムちゃん行きましょうと。で、あとは、野牛の、モテモテイベントがね、早めに来れば、その辺はガツガツ踏んでいく形にして、で、あとは、ま、デートし続けるだけです。借金してでも買う。
で、あとはまあ僕と雑談しながらこの動画は終わっていく感じですね。でも初級がついているのである程度点は取れると思います。で、ここまでもう形が作れたら正直まあ楽勝だと思います。しっかりと彼女評価を垂らすっていうところと、これフォークかな、この入れ替え試験で点数をしっかり取りましょうと。で、まあさすがに能力上げきっているので、ほぼまあそんなに難しいことはないですね。40点いけましたと。めちゃくちゃ打てるわ。ボールかな。あー、ただホームラン入りましたね。よしよしよし。まあ悪くないでしょう。65点なら初回でね。で、しっかりと40オールを入れていきますというのと、あとはノムちゃんがまだ評価いってないんで、そこはしっかりとケアをしつつ、他の彼女をザクザク進める感じですね。で、レンちゃんを進めた方がいいとは思ってます。っていうのも、レンちゃんの、クリスマスですね。他の彼女より強いので、まあ、レンちゃんないしは、木村も、正月が強いかな。見守るでいいよね。アドバイス聞いて、監督許可あげましょう。で、こういう小さいところもしっかり上げていくのは大事ですと。で、カミラが告白入りました。うん、かなり順調に進んでますね。で、また能力も上げておきましょう。で、レンちゃんいきます。で、レンちゃんは、この評価じゃねえや。やる気下げてくるので、まあ、サクサク進めておけば、後でやる気が去ることもないんで。強いな。重戦車入りました。で、ミサーにしましょうか。まあ、評価が今、低い方なので、テルモリ上げすぎて、前に進められるとかなり大変なんだね。で、しっかりと、まあ、予定通りレンちゃんが入ってくれました。やっぱ60オールだとめちゃくちゃ強いですね。で、ある程度ここもサイド上げて、で、まあ、余裕もあるので総力も上げましょう。で、レンちゃんはもうデート終わってますね。ミサ行くか。で、呼び戻しとかはする必要ないです。まあ、ないと思ってます。まあ、ポイント大きいキャラもいるので、まあ、してもいいとは思いますが。ああ、正気ね。まあ、しょうがない。ただ、それでも30オールですね。で、まあ、テルモリと、あとは、まあ、ミサもちょっと評価が近づいてきているので、どうしようかなという感じですね。で、ここで入魂入ります。で、ここがうまく取りなして成功で倍？うん、ですね。まあ、これがかなり大きいです。今、取れてればよかったですけど、ちょっと1ターン遅かったですね。ただ、なくてもさすがに、もう能力値が相当上がっているので、この入れ替え試験で、しっかりと点数は取れると思います。あとは、多分皆さんも気になっているであろう、青銅高校ですよね。あそこも、サブアカで、クリア済みで、まあ、先にどっち上げるかわかんないですけど、まあ、その上げさせていただくので、まあ、この二つをやっておけば、まあ、見ておけば動画的には、まあ、まずクリアできるんじゃないかな、というふうに思います。で、彼女に関しては、確かに35のベースだと、まあ、厳しいところはあるかもしれませんが、40とか45ベースであれば、そんなに経験点変わるってことではないと思うので、まあ、そのあたりは、お手持ちのキャラクターを見ながらっていう感じですね。で、全くと言っていいほど、起きないな、野牛のイベント。それは野牛を呼び戻してないからです。野牛を呼び戻してないからイベントが起きないんです。で、ミサ行きましょう。栄養チェックあり。で、まあ、もうすぐ木村も来ると思いますし、野牛も、
戻ってくるので、まあそれからが本番ですね。しっかりと評価を上げていく。まあ野球がモテモテをくれないとなかなか厳しいところもあるので、まあそういったところのケアも大事になってきます。信じる。はい、いいですね、ゴー。もうこれだけで相当ポイント入ってくるね。で、ミサも結構ポイントが入ってくる彼女なので、まあ、こういうのもありがたいですよね。パワー比、広角。これで、バッティングに関しては正直十分すぎるほどだと思います。入魂も一応取っときましょうか。で、デートをできるキャラがいなくなったので、あとはま、評価上げを中心にやっていくことになるとは思います。テルモリーから行くか。今、ラブパワーしてるので、踏むといろんなポイントが入ってくるのも大きいですね。これはさすがにノム行く。で、カント強化も、まあ、もうちょっとやれば行くかなっていうところと、まあ、なかなか木村美香がイベント来ないですね、と。僕もしかしたら切ってんのかな、これ。っていう不安も、なきにしも あらずだが。っていう感じで、その昔の高校っていうのはイベント数がまあ重たいので、まあいろんなキャラがね、いろんな高校イベントとか空きブロック数自体がそんなにないので、その辺はケアが必要なんじゃないのかなというふうには思います。で、ここは点数そんなに関係ないので、まあ気楽に打っていけばそんなに問題ないのかなというところですね。なぜこれ千丸なんだ。千丸だったらさすがに他の高校でやりたかったですね。なんか春英は結構僕この9000点チャレンジやるときは千丸が来たりしますね、よく。で、デートする相手いないので、しっかりと。まあ、監督強化だったり、他のところを上げていくのがいいかなと思います。で、ノム帰ってきましたね、と。で、ここからはノムのデータもできるし、多分、この次くらいかな。まあ、野球が帰ってくるはずです、と。で、野球帰ってきましたね、と。で、あとは、野球のモテモテイベが起きるまではデートし続けて、で、それから動けば、何の問題もないと思います。で、ノムはそこそこ踏んでたので、評価いきそうですね。で、テルモリも、井戸端起きれば勝手に上がるので、まあ、あとは、レンちゃんと木村をケアできれば問題ないんじゃないかな、というところです。でも、さすがに、40点取れるでしょう。春英は一見難しそうには見えるんですけど、結局この入れ替え試験で得点もらえるっていうのと、あそこの雑用期間さえうまく乗り切れれば正直何の問題もないです。むしろ簡単な方だと思います。点数くれるんで。まあそんなこといつ、ちょっと40オール怪しいけど今。あとはちょっとここまでこの動画を見てくださってる方がいるかわかんないんですけど、ちょっと僕最近鬼滅の刃にハマっていて、さっきまで見てたんですけど、めちゃくちゃおもろいっていうね。まだ5話ぐらいだけど、漫画で読んだ方がいいのかちょっと迷っている。今はアニメで見てます。ゲイ。なんかそのすごいやっぱ周りの人とか、まあ、ニュースとかでめちゃくちゃ人気ですっていうのは知っていて、どうしようかな、見ようかなって思ってたんですけど、まあ、見たらやっぱ面白かったですね。で、飲む終わらせましょう。で、木村入りましたね。で、うまい感じで入ったので、あとはまあ、筋力を上げつつ、足引っ張らないように守備力と補給上げとけば、
まあ、まず試合も問題ないですし、まあ、9000点自体が、これ、ワンチャンス。まあ、プロに入って、エピローグもらえれば絶対行くと思うので、まあ、そういった意味でも、試合の方はサクッと、コンピューターに任しちゃってもいいかもしれませんね。ここまで来てたら。まあ、相当うまくいってるんで、今。で、木村。で、野球の告白じゃねえや。モテモテイベントも、まあ、次くらいに起きそうと。いう感じに今なってます。うん、もう5000点出てるんで、あとエピローグさえ回収できれば終わりですね。っていう、この本当に、まあ、俊英高校、まあ、5000点というか、まあ、1万点もね、結構簡単にいけますよと。で、これ踏んでもいいかもな。まあ、タックしながら連チャンなんで。なかなか帰らんな。びっくりしながら、誰もいないと。ただまあ、その評価を上げるっていうのは、なかなか、こんなのデートじゃない。難しいところもあるので、まあその辺も、これ諦めちゃってもいいな。まあ、イベントを走らすか。うん、まあ結構の評価大丈夫そうだし。じゃあ、セゴン。で、野球のイベントは完走しました。洗礼の一撃。で、木村もこれでデート終わりですね。強っ。いやー、怖いな。一つ前。で、あとは、とにかく、監督評価と、他のところですよね。気にしつつ行けばいいだけですと。で、監督評価はこれで足りましたね。で、木村足りてないので踏みます。やめておく。で、ラブパワー入ったので、しっかりと彼女踏みながら。で、テルモリも行っちゃっていいと思います。こいつ精神72くれるんで。あー、くれなかったか。で、手伝おうかと。で、最後の、入れ替え試験ですね。さすがにここまで来ると、まあ、打撃能力相当強いので、まあ、全打席、ホームランでも全然不思議じゃない。まあ、40点取ればそんなに問題ないんで。ああ、ストライクか。すごい交際入れてきましたね。ゲイ。という感じですね。ここも OK と。あとはしっかりと、まあ、リスクの少ないところで回復狙いですね。まあ、こういうの怖いんで、怪我しにくさ取っておくとかね。ははは、回復できない。で、多分今のでテルモリーは行ったと思うので、あとはしっかりとデートで、まあ、行ってない、こう確認しながら前に進みましょう。で、今17上がったんで、さすがに、行ったでしょうっていう話と、スカウト評価が、ごめんなさい。ちょっとわかんないんで、まあ、一回だけちょっとサクッとしましょう。はい、勝てました。次行きましょう。多分もう、さすがにスカウト評価も。あ、でもスカウト青いわ。まだ無理だね。うん、まあ、スカウト上げて、スカウトを上げて、これでスカウト、まあ、騎馬くらい乗り越えれば、多分プロ入りさせてもらえれば、もう終わりだと思うので。はい、が出ました。ということで、次に行きましょう。多分もう、余裕で、まあ、9000点というか1万点も超えるんじゃないかなっていうところと、
まあ、ちょっと評価、まあ、大丈夫かな、全員。大丈夫そうですね。まあ、一応レンちゃん行きましょうか。で、大丈夫そうですと。で、まあ、ここまで来れば、あとはもう流れ作業で、しかも、双剣ゲテも今、6635まで来てるので、もう、本当に、エピローグだけで行くっていう感じですね。行くよね。400点。まあ、400点1人もらえるとして、掛け後、2000点。8600ぐらいか。で、まあ、試合はちゃんとやった方がいいかもしれないですね。そうであれば。はい、行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。まあ、さすがにもう大丈夫そうだね。あとはまあ、春英の1万点も、もし行けるんであれば、ちょっとここで達成できると楽なので、ちょっと狙っていきましょうか。とまあ、打撃に、有利な得能を取るぐらいで、特になんかどうこうっていうのは、まあ、これ以上はないと思います。行きましょう。はい、が出ました。次行きましょう。最終戦ですね。で、まあ、どこもタックはしてないと。まあ、ポイントが一番大きいところに行けばよくて、27。28。29。はい。で、あとは一応ポイントを使い切って、それから、最終戦に臨みましょう。はい、ということで、勝てました。で、何点ぐらいいくでしょうね。まあ、できたら1万いっててほしいけど。で、ここで、スカウトも評価2と。で、飲むみたいな彼女は、その、しっかりと乾燥すると、プラス点が入るっていうのと、まあ、ここの、テルモリもエピローグが大きくなるタイプの彼女ですと。で、レンちゃんはここで扇風機つけられますが、まあ、得点関係ないので、特に大丈夫という話と、ここで1599点ですね。春英名人になれましたと。いうところで、まあ、他の高校でも全然同じような形でクリアはできると思います。あと、僕がまあ個人的に好きで推している、その相棒を入れたデッキも強くて、結局相棒だと、練習している時にも得点が入るし、試合経験点も入るし、まあ、すごく大きいんですよね。なので、まあ、同じようにやれば、普通に他の高校でも経験点が1万点超えると思いますし、まあ、その、春英高校より、まあ、練習ができるっていうところもあるし、まあ、物事がスムーズに進むんじゃないかな、というふうには思います。まあ、デートしてるだけでもこんだけ得点は入ってきますが、まあ、練習も重ねることにより、点数は伸ばしやすいんじゃないのかなというところでございます。いかがでしたでしょうか？まあこれは本当にほぼ全高校で使えるもので、多分他の方もご紹介されてたりとか、まあ僕自身も何回かやったりはしてるんですけど、まあスコアリセットが来たということで改めてご紹介させていただきました。で、またダイヤのエースのね、旧青銅高校の9000点も、まあ、デッキパワーが抑えめなサバカの方で達成しておりますので、まあそちらも明日ぐらいにはなると思うんですけど、まあ、ご紹介できたらいいかなという感じです。今回の動画は以上となります。まあ、少しでもためになったよとか、良かったよって方は、ぜひ高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。